2つ目にちょっと行こうと思います、はい、まあ、道中なんですけどね、何個かも豪邸がちょっとすごい、ちょっとすごかったですね。あってね、庭付きとか、この暑い中何やってんですかね。なんか豪邸を見て思いました。一応住所的には六本木と赤坂の間ぐらい。すごい、なんか閑静な住宅街ですね。本当にもうその憎しみとかないと思いますよ、ここの人たちは。妬みとか曽根みとかがね。いや逆にそれの集まりじゃないの。すごいこと言うじゃん。そうでしょ。で大丈夫、それをのし上がって勝ち抜いてきた人たちの集まりを。って大丈夫、大丈夫、大丈夫でしょ。やばい、何そんなやばい。これはそうは思いません。素晴らしい人種だと思っています。素晴らしいのは間違いない、はいはい、それ文豪か。文豪、文豪たちが愛した町なんかもしれないですね、ここは。住みやすいのかな。いや住みにくいんじゃないか。あれも意味わかんないです。僕いつも思うんですけど、ビルから欠けて出っ張ってるでしょ。あの部分が意味わかんないですよ。ガンプラみたいな造形、欠けてる。ありました、ありました。もうなんか書いてあるよ。見ない方がいいんじゃない、これ。見て大丈夫。滋賀名古屋在住の後居住、居住、このスペースですかね。このスペースちょっと広い。ずっと立ってないと無理じゃない。そしたら滋賀直哉さんがじゃあ来られたところなんですね。明治30年住んでいた場所ですね。1897年から住んでる。すごい、14歳の時。直哉はって言ってますよ、もう文章が。なんか友達の考え、直哉はなおやここで29歳までみたいな言ってますよ。言い方です。フワちゃんみたいな感じじゃない。でかいって書いてますよ。550.6平方メートル。でかいですか。やっぱりでかいです。5550じゃないですか多分。もう本当だ、やばい。相当どんぐらいのでかさ、あんまり浮かばないんだけど。普通のワンルームが20とか。ええ、じゃあ相当ですね。平米20、5550平米ってことですかこれ。はあ、なるほど。趣も伺える広大な。やば。昭和20年の空襲で全壊したらしいです。なるほど。はい。大変だな。のクイズってことですよね。クイズです。名古屋に関わる。なるほどね。じゃ相当、はい、相当でかいですか名古屋は。名古屋。いいえ、住んでる。住んでいた時に。はい、あるものにドハマりして。ポケモンカードだ。違います。違います、はい、転売だ。それに人生を捧げてしまいました。ポケモンカードでしょ。転売だ。転売屋、転売屋でしょ。転売屋じゃないし、文豪だから。文に命かけてる。でそれが好きすぎて、そのタイトルの本も書いてある。ポケモンカード。ポケモンゲットだぞ。好きだとしたらそういうことですか。へー、あ、そういうことだ。だから食べ物とかそういう趣味ですかね。ボート、趣味、競馬。ああ違う。競艇、競輪。あ、惜しい。まあでもギャンブルではないですね。え、博打じゃないんだ。13歳から69歳までほとんどそれをしていた。あれだ、虫集め。ああいうなんかほとんどそれをしていた。セスナ。今も全然ハマってる人います。今も全然。釣り。違います。ガンプラ。パチンコ。パチンコもない。違う。違う。なんか趣味でしょ。趣味。でもみんな必ず一回は。バードウォッチング。ああ近い。みんな必ず一回は。遊戯王。遊戯王だ。遊戯王。付録集め。雑誌の仲良し。ダウンタウン。チャオ。リボン。趣味としてやってない人もいます。え、生活として。生活として。掃除。あー違います。洗濯。違います。趣味になりうる。趣味になりうる。生活。風呂。あー違います。あー温泉。違います。温泉。違います。違う。酒。酒。あー違う。食。食じゃない。食じゃない。食じゃない。植物。こんだけあるってことは盆栽。これはたまたま。盆栽。改造しまくったりしてたらしい。車。あー美味しい。ガンダム。自転車。
地獄。福岡さん今なんて？自転車。正解です。自転車？自転車。自転車にはまりすぎて、自転車を改造しまくり、競争を仕掛けられたら相手に自転車ごとタックル。めっちゃおもろいやん。すごっ。改造車でってこと。はい、北斗の拳みたいな時代のヒャッハー時代で、ま、ほぼ毎日なんで勝負を仕掛けられて競争者らしいの。勝負ってどういう状況。ガーンって。その当時自転車乗ってる人は珍しかったらしいです。で勝負っていうのはその自転車同士がいやだからバカにされてとかじゃない。おいボンボンがよ自転車なんか乗ってんじゃねえよって言ったらもうチャリでそのまま改造自転車だから。ああちょっと目立つ。デコトラに近かったのかな。そういう確かにデコ車でデコチャリの走りってことでしょ。どう改造したんだろう。その画像とかないのかな。ありますあります。あ、見たい。すごっ。こうやって乗ってたんですか。小島よしおさんのあれみたいな。あったね。3人1組だったんですか、名古屋って。そんなの関係ね。3人組だったんですか。ここからしょっちゅう横浜まで往復してたらしいです。だいぶあるよ。だからウーバーイーツやればよかったのね。相当稼げるよ。名古屋が到着しますみたいな。白黒の写真でね、はい、名古屋が経由して他の人と経由してきていますとか。そう、さっきのランポのとことかね、経由して雪崩坂。横浜って相当遠いんじゃない。相当し、道も今より全然ボコボコで。そうか。いや、うわだ、パンクしてとかあるの帰り。いや、あるよ絶対。で横浜間まで相当タックルもしてるでしょうしね。もう勝負仕掛けられて捕まんないのかな。そのもうあれ文豪だからじゃない。そんなことあんの。うん、捕まえられないじゃない文豪は。先生また やめてくださいよぐらいの。もう先生ぐらいので坂が大好きで、すごいな。坂を自転車で攻める。ああ峠登るってことですか。うわバイクがあったら。じゃあバイクなかったのかな。その時代あったら大変でしたね多分。あったんちゃう。あったのかな。原付ぐらいなら。でもその自分で漕くのが好きだったのかな。そう、自分で買います。ちょっとすごいな。13歳から69歳までもうほぼ自転車の上で過ごしてた。降りない。下手したらあれか、その坂道登ってる時にアドレナリン出て物が浮かぶとか。確かに散歩に近かったのかな。横浜まで行くも西野さんとかもランニングとかね、歩いたりしながらいろんな着想が浮かぶっていうもんね。プペルか、うんうん、煙突ね。煙突町の最初は。でもおじいちゃんに高い自転車買ってもらったって書いてあるんですね。あ、じゃあちょっといいですね、思い出もあるんですね。なるほどね。それがもう確かにチャリ乗った時のあの速さってまだ覚えてますもんね。確かに忘れられないもん。降りないってすごいね。でも異常。寝る時ぐらいか。さすが寝は、うん、でも試したかもね。いやサドルでね一回こう寝れるかどうかみたいな。サドルとここみたいな使ってこうはやってたかもしれないです。やってるよ多分。それがもう挟んだまま寝るとかね。布団代わりにチャリ敷いてたとかあるかもしれないですけど。敷自転車、掛け自転車。掛け自転車という志賀直哉さん。いや素晴らしい。これだからね、マニアの方もこれすごい。今こんな敷地になってるんですね。ね、5500m。 だからここがそうなのかな。もう一体が一体そうなんじゃないですか。はでもほぼここそうじゃないですか、この山の上。うわあれ名古屋じゃない。名古屋が来る。名古屋がタックルしてくるで。あれ危ないです。ムキムキやんけ。ほんとひとたまりもね、タックルされた。名古屋かな。ここ強そう。名古屋。いやだからすごいですよ。すごいやっぱり。ちょっと後ろ姿だけちょっとすごいですよ。いやあんな完全武装あります。名古屋電動ですよ。ほんで名古屋もひとたまりもないですよ。挑まれたら逃げるのかな名古屋。いや逃げる。さすがにタックルするのかな名古屋。でももうここら辺で待ってって言ってるとこでしょ。早すぎてもうあんな。そんなことない。待ってって。そんなことないでしょ。次はね、どこ行くんですかね。麹町の方に。番長スタジオがあるところですね。うんうん。どうですか、文学への造形深まりました。いや、だってここら辺今そうですもんね。江戸川乱歩が打ち切りにしたところですよ。ここはちょうど。でもこう来る時も思うでしょうね。テレ東とかテレ朝とか来る時。確かに。
確かに。もう江戸川乱歩の土地になってますから、ね、いや本当そうもね、まあ、文豪といえばみたいな土地なんですかね。ここも何これ、これ古そう、家かなこれ。いや家だろ、家、スペイン大使館。ああ大使館だ、だからスペイン坂なんです。ああすげえ、なんか勉強になりますね何にも知らないんだな、なんでスペイン坂なんだろうとかも。確かにアイドルの子たちいるじゃないですか、なんとか坂とか、みんなじゃあそれですか。当然欅坂、乃木坂、欅坂があるってことですよね。欅坂はあのテレ朝の横の、乃木坂だ、乃木坂はだって駅もあるじゃないですか、日向坂とかもあるでしょ。日向坂もある、へえすごいな歴史、それは歴史でもないし有名な話だし。あ、そうなんですね、有名なんだ。あのじゃあ心臓破りの坂とかも、じゃあそれは TBS の、あれ違うんですか、あれ赤坂の。好きな文豪とかいるんですか。好きな文豪、みんな知ってるかな、誰だろう。その万賀太郎先生っていうあの星ついてる漫画の万の間に、はいはいはい、万豪の方ね、もうほぼ文豪です、あそこまで行くと。言いますかね、ずっと気になって。ちゃんとやっぱ打ち切りにもなりますし同じ内容のやつをずっと書いてはい、はい、素晴らしい先生です、ね、大体トラックにね、毎回トラックおばあちゃんがひかれてバラバラの、はい、伊藤さんだって本棚ね、めっちゃ本あるから。僕そう、中島ラモさんとか好きですよ、文豪、昭和の平成かな。昔のね、文豪ってやっぱなんか何もかも違う感じしますよね、その生き方から。なんか酔ってたんでしょうね、自分に。うん、 YouTuber とかね。ああ、そうか、ちょっと違うか。でも現代で言うともうそうじゃないですか、下手したら。なんとかしてみた、いやでも現代で言うと小説家でしょ。チャリで体当たりしてみたとかねそうね、まあまあ、うん、動画撮って手段が変わっただけでね、表現の仕方の、まあ、芸人さんもね、近いかもしれないですよ。そうですね、芸人もでも変わってきましたね。あら、そう、はい、楽して生きようっていう人たちが少なくなってきましたね。みんな努力して努力して、今 M1 出たいから芸人になるって多いらしいですよ。いや考えられなくないですか。当然なんじゃないですか、そんなの。我々の時代だってモテたい、楽したいね、今度働きたくないで始めてますから、はいはいはい、全員連覇狙ってますよ、レオ・アルマンがね。あーすごいですよ、だから ABC も取って、 ABC、 あ、フランスピアノダメだった。ダメだった、フランスピアノもうダメだよ。じゃあなんでフランスピアノダメ、もうダメ、ダメだ、もう二度と他のどこでも、最後のチャンスだったの。誰だっけ、あの、ああツンツクツン、ああそう、あの子たちもね、ダメだった。次ダメ、もうダメだ。アンダーファイブ出てますから、ツンツクツン、ダメでした。ダメ、それも。順調じゃないですか。いやでアンダーファイブ僕はダメだったでしょ。ダメだった。もうダメさ、うちの。ダメだったって言い方が。もうダメだよ。うちの若手ダメ、もう全部ダメさ。レインマンズ。レインマンズなかったんですか。松倉んじゃったり手伝ってたな。レインマンズだけですよ、本当に。これからやな、見込みある。レインマンズはレインマンズは光るものが、目とか違いますからね。まだこれからや、本当に明治初期の目してますもんまだ刀持ってるみたいな目してますからね、文豪の。レインマンズだけや、本当に。フランスピアノはだらわ、ツンツクツンも、あの総理官邸前ですよ。どれですか。え、どれどれ、すごい、国を総理官邸、総理、ああほら国会だこれ。うわーうわ、でかこんなでかい、はー、もっとキュッとできるでしょこんなもん。いやできないでしょ。で使ってない部屋とかありますよ。国会はでかい、でかい方がいいよ、それは国の中枢は。見えっぱりだな、でかい。その真正面だけでかいとかじゃなくその壁、でっかい壁みたいな。ハリボテじゃないですよ。ハリボテじゃないんすよね。絶対使ってない部屋とかいっぱいあるんですよ。いや意外と使ってると思うよ、全部使ってっか、そう聞きたよね。使ってる、絶対。いや使ってる体にしてる、なんかありそうですよ、なんか分からんすけどね。いやいやいや、足りないぐらいじゃない。とびきり頭のいい人たちがここに集まってるんでしょ。まあそうですよ。
大変だろうな。裏金とかなんかやばそうですね。なんか汚い金がありますよ。俺ならするもん。俺が国会議員になったら絶対裏金とかするな。んな。しないっす。悪い金に使うな。絶対国会に送り出しちゃダメなやつですね、うん、これ。投票お願いします。絶対ダメだな。前右前が国会図書館ですね。あの本ジャンプとかもあるってことでしょ。そうだ。すごい。いや、エロ本とかもあるってことでしょ。まあ多分全なるべく全部ある。この国会の人たちがエロ本こぞって借りていく時代もあるんだよ。まあその時代待ってた。まだ出てないんですか今月号。買うやろそれ。いやだそういう人ほど節約するからね。そうなの。まだ今月号は出てないんですか。あいつに借りられた。くそ。そういうところから始まるんだ。そう、戦いが。あいつは祭りがたき。どうゆかりがね、心我々ないんですよね。今行ってる六本木とかは、この麹町もそうですしね。広いんですね、東京だから。そうっすよ。東京タワーとかも行ってないんですよ。全然。一回も。ね、多分行ってない。あれは行ったかな。なんだっけあの。スカイツリーは仕事で行ったぐらいで。今のオールウェイズ三丁目の夕日見てますから僕今、なんか感慨深いかもしれないです。 見たらこれがそうかみたいなね。命綱なしで作ったらしいですよ東京タワーって言われてますよね、それ本当なのかな。でなんかよくわかんない、何かをつなげる多分熱い塊みたいなのをもう飛ばしてたらしいよ、あっち側の人間まで。すごいのよ。だからちょっとバランス崩したらもう、いやそうよ、当時の人たちってもうすごいな、命がけでやったんですね。てっぺん付近とかやばいだろうね。そこから登りに行かないといけないですね。なんかああ、うん、感謝の感謝という、うん、歴史をね感じて。だツンツクツン万博のあのどこでしたっけ、会場も見に行った方がいいですよね。ここがダメだったとこか。史跡史跡